川の八幡様として親しまれている富岡八幡宮では、豆まきが行われる前から長い行列ができていました。並んでいる人のお目当ては富くじ。海外旅行など豪華な景品が用意されている富くじは毎年大人気で、行列は境内だけでは収まらずに周辺道路まで伸びていました。また富岡八幡宮の公式キャラクターみこっちが皆さんをお出迎え。愛らしいキャラクターに境内にいた皆さんは引き寄せられ、記念撮影などで盛り上がっていました。午後3時30分、騎馬の木槍が響くとともに行事が始まりました。暦の通りに暖かくなったこの日、多くの人が境内に集まり、年男年女をはじめ行事に参加する一行を出迎えます。富岡八幡宮の豆まき式には毎年多くのタレント、大相撲の関係者が参加しており、こちらに足を運ぶ皆さんのお目当ての一つ、テレビなどでおなじみの顔ぶれが特設舞台に姿を見せると、境内に集まった人々はカメラやスマートフォンなどにその姿を収めていました。太鼓の音が響き、豆まきがスタート。舞台の上から福豆が一斉にまかれます。お目当てのタレントさんや年男年女の投げる豆を求めて、境内に集まった皆さんは袋や帽子などを目いっぱい高く持ち上げます。たくさん取れた人も取れなかった人も、みんなで福豆を味わい、一年の福を願っていました。